あと少しで回答祭ね。今年は旅館に飾り付けをしようかしら。知らない？その年の最初の満月の夜がリーユへの回答祭よ。それは英雄を祀るための祭典。夜になると人々は小灯と名称の灯を夜空に放つの。明かりには薪が尽きても火は伝わるように、美徳は永遠に消えないという意味が込められているわ。おお、すごく盛大な祭りなんだな。それなら、美味しいものもたくさんあるよな。オイラの言いたいこと、もちろんわかるだろう。あなたたちも回答祭に参加するの？回答祭当日まではしばらくお祭りは続くわよ。この期間中に人々は祈祷を捧げたり厄払いをしたりするの。リーユへの言葉で言うと、古きを送り新しきを迎えるね。もし参加したいのなら今からでも間に合うわよ。それと、もし行くのなら、その試しに将様も誘ってあげてくれないかしら。将様と私たちはそこまで親しい間柄じゃないから、ちょっと声をかけにくいの。うん、今声をかけに行くのはあまり良くないような。そうなの？ならいいわ、ちょっと行ってみただけなの。ほら、早くリーウェ校に行ってきなさい。遅くなると人がみんな集まってくるわ。そうなると遊ぶのも大変よ。早く行きなさい。回答祭を楽しんでおいで。よっ。次の仕事は？そこのお兄ちゃん、その隣に浮かんでいるチビはいくらで売っているのかな？なんかおかしいぞ。でも正直に言うとちょっと気になるな。一体いくらだ？まあいくら積まれても売る気はないということにしておくか。確かに最近は懐に余裕がないからあまり出せないかもな。何せ普通の商人だ。珍しい宝物を売っているわけではない。なんか怪しいぞこいつ。そう言わないで。そうだ、飴食べる？こいつは信頼できるやつだ。そうだ、君たちも回答祭目当てでリーウェに来たんだろ。今年の名称の塔はとにかくすごい。巨大な塔を浮かせるために使った浮上の石はここ20年で最も大きいものだ。神話に出てくる雲の中の城が本当に実在していたら、きっと同じぐらい大きな浮上の石がくっついているんだろうな。なんかすごそう。ようこそリーウェイ。リーウェイ校の代表としての言葉ではないが、少なくとも私の店はいつでも君を歓迎するよ。わー、屋台がいっぱいあるぞ。こっちもあっちも。ね、今ぬいぐるみを寄付したよ。昨夜空を飛んでみたいってあの子に言われた夢を見たから。だからそこのお姉さんにあの子を渡したんだ。きっとすぐに夢が叶えられるよね。ちゃんちゃんはいいことしたかな。回答祭はみんなの願いが叶う日でしょ。よっ。こ
今年の名称の塔のデザインは異常動天神君か。見栄えを気にするあやつが喜びそうじゃの。鹿の角をもっと大きくしてくれるといいんじゃが、何せ鹿の角はあの仙人の誇りじゃったからの。その角には岩王帝君の力が込められておって、理由で最も固いものだった。しかしあの決戦で山が崩れそうになり、彼は麓にいた人々を守るため自ら角を切ってくれと友人に頼んだんじゃ。彼は切り落とされた角を支点にして山を支えた。彼自身も最後の一滴の血が流れるまで戦ったんじゃ。今になってもなお彼の角に支えられた天光山は高くそびえ立っておる。そして彼が戦いで流した血は碧水川となった。ほっほっ、信じてくれるかどうかは別として、この話を聞いてくれただけでバーヤは満足じゃ。怪盗祭が今もあり続けているのは、あの旧友たちが寂しがり屋だからかもしれないの。さようなら、大子雷魂、美徳の精神が続かんことを。よっ、次の仕事は。見ろ、空中に石が浮いているぞ。鎖も引っ張られて伸びてる。鎖がなかったらどこまで飛んでいくんだろうな。あれは名称の塔の材料、浮上の石。この小一はそのために作られたものだよ。誰？名称の塔の建設進捗統計を担当している甲州だ。君たちは最近リーウェに来たばかりで、怪盗祭を見るのも初めてかな。そうだけど、どうしてわかったんだ？去年は変わったマスコットを連れた旅人なんていなかったからさ。怪盗祭で人々が飛ばす小さな帝塔が小塔で、リーウェのみんなが共同で建設した巨大な帝塔が名称の塔だよ。小一の屋台はリーウェの各商会が年に一度、お金のためではなく名称の塔を建設するために開いたものだ。じゃあ小一には美味しいものもたくさんあるのか？もちろん。私に言わせれば、怪盗祭はリーウェの美食を味わう最高の機会だ。これはリーウェの1年のうちで最も盛大な祭りだ。だから金にはならなくとも、各商店は全力を出し、怪盗祭で己の技を競い合うのさ。リーウェ人はいろんな面ですごいんだな。まだ何か聞きたいことがあったら、怪盗祭の責任者であるボーガさんを探してみるといい。ボーガさんは基本小一のあたりにいる。彼女に聞けばいろいろと教えてくれるはずだ。そいつはどの店の料理が一番おいしいのかも知ってるのか？当然さ、ボーガさんは怪盗祭の全てに詳しいからね。わかった、早く小一に行ってそのボーガさんを探そう。それで一番おいしい屋台でお腹いっぱい食べるんだ。こんにちは、何か用かしら？あなたの格好、リーウェの人じゃないよね。旅人かしら？小一へようこそ。責任者とも言えないわ。怪盗祭はリーウェ全体の祭りなのだから、誰かが責任を取るものでもないもの。私はただ細かい部分を管理して怪盗祭をもっと盛り上げているだけよ。超一で一番おいしい屋台はどこなんだ？一番？それぞれに特徴があるからはっきりした答えは出せないわ。ただ一番人気の屋台なら知っているわね。疑念の屋台よ。
あそこに並ぶ人がもう少し増えたら千眼軍に行列の整理をしてもらう予定よ。行くなら急いだ方がいいわ。人が増えて道が埋め尽くされる前にね。そうだ、疑念のところに行くのならついでにこの書類を彼に渡してちょうだい。これは我々総務士が昨年の回答祭のデータをもとに作成した各商店への経営提案よ。どうせ行くのならついでに手伝ってくれる？戻ってきたらお礼としてちょっとしたプレゼントをあげるわ。ついていきます。人手が足りないな。もう少し人を連れてくるべきだった。ここはどんな美味しいものがあるんだ？お客さんかい？メニューはこっちだ。メニューにあるものもないものも何でも作れるからね。あー、それじゃあ、小さな屋台だけど何でもあるようだな。当然さ、僕に作れない料理はないからね。さ、また今年も来たか。経営提案なんて、僕は料理の味以外で勝負する気はないのに。まあいい、書類をくれる？後で薪代わりにでもするよ。さ、食事しに来たのなら注文してくれ。こんなにメニューがあるなんて、これも美味しそうだな。あれ、チコ魚焼き？これ確か道塾が好きだった料理だよな。うん、怪盗祭が英雄を祀るための祭りならこの料理にしよう。これでなかなか見る目があるな。うちの看板メニューをいきなり当てるなんて。少し待っていてくれ、すぐにできるから。はい、注文してたチコ魚焼きだよ。味はどう？おいしい。お前の最高の仲間として当然のことだ。ゆっくり食べてくれ。僕は次のお客さんを対応しないと。まだ何か食べたかったらいつでも注文してくれ。おかえり。どう？記念の料理はなかなかだったでしょう。すごく美味しかったぞ。そう、去年もそんな感じだったわ。私たちの提案通りに広告を出してくれれば売り上げがもっと増えるはずなのに。まあいいわ。ほら、さっき言ったプレゼントよ。この小灯をあげるわ。おー、すごく綺麗な明かりだ。これってどうやって作るんだ？編み方は私もうまく説明できないわ。もし小灯に興味があるのなら慶明に聞いてみるといいわ。彼は小灯と名称の塔の責任者よ。あのすごく大きい明かりもその人が担当しているのか？ええ、彼はその辺にいるだろうからすぐに見つかると思うわ。小灯を編んで翔にプレゼントしたら少しは喜んでくれるかも。早く慶明を探しに行こう。次の仕事はよっ。このペースなら間に合うだろう。小灯の編み方？おや、君の格好この土地の人間じゃないね。自分で小灯を編みたいのか？小灯にはいろんなタイプがあるからな。一番簡単なものの作り方を教えてあげよう。ちょうどここに材料があるんだ。おっと、この材料はまず処理を施す必要があったな。まずはこれで試しに作ってみてくれ。頭がこんがらがるぞ。こんなに複雑だなんて。はじめは難しいかもしれないが、数をこなせば慣れるさ。君たちのように
小刀の編み方を覚えたいという人はもうそう多くない。あの超巨大な名称の塔もこうやって編んで作ったのか。あれか、あれも編んだと言えるだろう。だが一人ではなく、リーウェにいる全てのものが一緒に編んだんだ。リーウェにいる全てのものが。君も知っているだろう、超一の商店がこの妙称の塔を建設するためにここに集まっているの。なるほど、名称の塔は毎回商店の力を借りて作られてるのか。これは怪盗祭の伝統だ。必要な費用は主に総務士からの寄付金だが、材料やその他もろもろは全て一般の人々が寄付したものだ。あ、この前の女の子、自分のぬいぐるみを寄付してたよな。ぬいぐるみも名称の塔の建設に使えるのか。それは、怪盗祭は大きな祭りだ。みんなが妙称の塔の建設に参加したいのなら、何を寄付したとしても基本すべて受け取るようにしている。思いが込められているからな。何せ盛大な祭りだ。参加することで祝福を受けたいという人もいるだろう。おっと、君たちは怪盗祭を楽しみに来たのだろう。引き止めてすまないね。また小刀を編みたくなったら私のところに来てくれ。怪盗祭を楽しんでくれよ。次の仕事は。ついていきます。どう、軽妙は見つかった。見つけたぞ。小刀の作り方も教えてくれた。複雑すぎて全部覚えられなかったけど。大丈夫よ、覚えきれなかったらまた軽妙に小刀の作り方を聞きに行けばいいわ。よし、私はそろそろ仕事に行かなきゃ。怪盗祭を楽しんでね。